新大塚公園は東京都文京区大塚にある文京区立の公園である。公園付近には文京区立音羽中学校や、あ見学園女子大学、あ見学園中学校、高等学校、定成学園、つくば大学附属小学校、つくば大学附属中学校、高等学校など様々な学校があり、学生たちの憩いの場となっている。公園内には、 自由開放のグラウンドがあり、サッカーや野球などがある。その他、最新の遊具なども設置してあり、とても環境の整った公園である。他にも、公園内には、たくさんの桜の木があり、4月の桜開花シーズンには、公園内にある、たくさんの桜が花を咲かしていて、とても綺麗である。桜が綺麗なことで、地元の町会などが桜祭りを開催している。 毎週の金曜日には、文京区立音羽中学校の生徒が公園内の清掃活動を行っている。桜もともとは、普通の住宅街だったが、工事を行い、1965年11月1日に、新大塚公園が誕生した。それから51年が経ち、2016年6月に、公園再整備工事を開始した。2017年4月1日には、 公園再整備工事のため休園していた新大塚公園がリニューアルオープンし開園式が取り行われた。2005年11月に行われた文京区教育委員会が提案している2007年から10年計画の区立小中学校の将来ビジョンの説明会で文京区立第5中学校と文京区立第7中学校を統合し第七中学校は土地と文京区立教育センター 跡地、そして新大塚公園に新しい中学校を建設することが示されてた。しかし、住民からの曖昧な計画、民への事前説明と情報の不足、街づくり、都市計画、環境への配慮はゼロ、税金の無駄遣いなどの声があり、結局第7中学校跡地と文京区立、教育センター跡地のみを利用して、音羽中学校が建設された。 公園の遊具や公衆トイレ、グラウンドのフェンスなどが老朽化してきていたため、2016年6月から公園再整備工事を行った。再設備工事内容な以下の通りである。この工事は約10ヶ月に及び、2017年4月1日にリニューアルオープンをした。ありがとうございます。